はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい、日本の経済は中国の経済より強いんだから、中国の顔色なんかですね、いちいち日本は伺う必要はないんですよというですね、なんとも心強い記事となっております。大紀元さんがやってくれました。はい、中国経済はですね、所詮日本の経済にですね、頼っているだけのですね、日本の経済がないと中国経済っていうのはもう立ち行かないんだよ。うん、だから日本の方がですね、アドバンテージは全然あるんだから、中国に対してもっと強気に出ても構わないんですよということをですね、大紀元さんが言ってくれました。もうね、これをですね、日本のマスコミは一切言わず、ね、なんならこれ、大紀元さんって中国のマスコミですからね。いわばね、うん、反中だけど、うん。いわば中国のマスコミが日本に対してエールを送ってくれてるんですよ。中国に対してもっと強気になってもいいんですよ、日本と。これを日本のマスコミから聞きたいよね。日本のマスコミって言ったらですね、もうね、失われた20年とかですね、なんか中国経済とね、デカップリングしてしまったらですね、日本の経済は終わってしまうとかですね、中国のマーケットがなくなってしまったらですね、日本の経済はますます弱っていく、ああ、もうダメだみたいな記事がですね、そういうニュースばっかりでしょ、日本のメディアってさ。なんか、日本人をさ、奮い立たせるような、こう、日本人を勇気づけるような、ああ、日本人に生まれてよかったなとかですね、やっぱり日本の方がですね、中国よりも強いんだと思わせてくれるようなニュースを流してくれるメディアってないんでしょうか？ないのかな？うん、もう日本人をですね、弱気にさせる、なんか自尊心を削り取るようなニュースばっかり流すでしょ、マスコミって、日本のマスコミって。でもね、これ大紀元さんはですね、ちゃんとですね、日本人を勇気を持つと、お前らは中国よりも強いんだと、頑張れというふうにエールを送っていただいてます。で、この記事ね、今日読んでいこうかなと思うんだけれどもね、要するに、簡単に言うとですね、中国の経済っていうのは日本の経済がないとですね、そもそも立ち行かないんですよ。どちらの方が強いかというと、日本の経済の方がね、しっかりと日本に根付いていて、もう簡単に崩壊なんかしないんですよ。でも中国の経済っていうのは一歩間違えたら簡単に崩壊してしまうような状況になってるんですよ。だから日本はもっと強気になってもいいんですよということをですね、これね、もう対中貿易の数字なんかを見ていけば、あ、確かにこれ日本の方が強いじゃねえかということがですね、わかるんですよ。で、それをですね、きっちりと記事にして示してくれてます。で、これを読んでいきたいんだけど、なんでこの時期にね、この記事をですね、大紀元さんが出してきたかっていうと、まあ多分これなんですよね。はい、今日ですね、この話でずっと持ちきりでしたね。日米首脳会談、はい、アメリカにですね、菅さんがね、うちのね、日本のですね、菅総理がですね、訪問してですね、バイデンとお話し合いをしましたね。で、その話の内容は大丈夫かな、ちゃんと台湾のことを言ってくれるんだろうかと、いろいろな気をもんでいたんですけれども、もう全然これ旧大臣じゃないですか。全然僕的には旧大臣ですよ。いや、それはね、トランプさんと安倍さんとかだったらですね、もっとですね、もうね、安心して見ていられたし、なんならですね、安倍さんもっと強く言ってもいいんじゃないですかとかやっぱ言えるんだけれども、まあ、なら菅さんとですね、何よりも相手がバイデンですからね、おいおい、大丈夫だろうな、お前台湾のことちゃんと言うんだろうな、中国に対してちゃんと非難の声明出すんだろうな、頼むよと。しかもね、直前にですね、楽天のせいでですね、なんかバイデンにですね、日本がちょっと不安がられるというですね、もうあってはならない事態まで起きていましたからね。やっぱりちょっとドキドキしました、私も。で、今日の朝からですね、ずっとこれね、朝もう5時くらいで目覚めちゃったのよ。本当にもう始まってるっていうのは聞いていたからさ。でもその中でですね、第一歩表は台湾海峡のことをちゃんと言ったであるとかですね、ね、香港も台湾のこともチベットのことにもちゃんと触れたと。そして何よりですね、北朝鮮の拉致問題に関しても解決をしなければならない。そして東京オリンピックのことは支援をしますとかですね。あとはもうその経済的な連携でですね、中国をですね、我々の経済の中からですね、締め出していこうみたいな話もやっぱりあったみたいです。あったみたいなのよ。うん。で、だからでも、ほんと安心した。全然旧大臣です。ちょっとですね、もうちょっと強く言った方が良かったんじゃないのかとかですね、いろいろ文句を言う方もいらっしゃると思う。で、その気持ちはわかる。でもね、相手がバイデンなんだよ。ね。ね、安倍さんじゃないんだよ、日本だって。うん。だからね、そういう意味で言えばですね、十分すぎるくらい旧大臣です。その後ですね、岸さんがですね、防衛大臣の岸さんがですね、台湾海峡にこうね、出向いてですね、こう視察を行ったりとかですね、なんかね、いろんな活動をしていたっていうのは耳に挟んでおります。いや、いいんじゃない、僕は全然応援するよ。でね、やっぱり何よりもね、台湾の方々が喜んでいるみたいでございます。はい、台湾の蔡英文総統がですね、日米の声明に感謝と評価をいたしますと、台湾海峡の平和が大事だと、ね、台湾海峡で中国共産党がですね、何をやってるのか、ここにですね、世界の焦点が集まるようなお話でしたと、もう本当にありがとうという形でですね、感謝を述べていただいてます。いいじゃないですか。台湾がですね、不満を漏らさずにですね、ちゃんと感謝を述べていただけるようなですね、内容だったわけですよ。だったらいいんじゃないって僕は思います。でですね、はい、中国発狂、中国発狂してます。やっぱり良かったんだよ。内容が良かったから中国発狂してんだよ。はい、中国はですね、日米の共同声明にですね、断固反対と、対日圧力強化へという形でですね、やってみろ。
おい、やれるものやってみろ。おい、来い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 よ、来いよ、来いよ、がっつりやってやるよという気分なんですけども、はい。強烈な不満と断固とした反対を表明したという形でございます。で、何かって言われて何が一番嫌だったかというと、多分ここなんですよね。談話はですね、台湾、香港、新疆ウイグル自治区に関する問題。ここをです、ここにですね、もう明確に懸念をし、このウイグル自治区等々のお話っていうのは非常に問題だということをですね、世界中に発信したんです。今回、バイデン大統領がですね、初めてですね、外国の首脳と話をするということでしたから、世界中が注目していたはずなんです。ね、だからですね、この首脳会談前にですね、日本に対しての圧力すごかったらしいんですよ、中国。うん、とにかく台湾の話はすんじゃない、ウイグルの話はすんじゃないということをですね、だから二階君を通じて、二階君、お前は本当にどうしようもないじじいだな、本当ね。もう二階君を通じてですね、なんか圧力わーってかかってきたらしくて、なんかね、まあ、昨日の段階でですね、台湾をですね、この声明の中にですね、明記するべきではないみたいな意見が政府から上がってくるっていうですね、とんでもない事態になってましたから、まあ、そういう声明には、そういうことには負けずですね、そういうことには負けず、菅総理はちゃんと話をしてくれたわけです。うん。いや、いいんじゃない?僕は全然 OK ですよ。うん。で、その状況を見てですね、中国は今、発狂していると。絶対に日本に対してですね、なんか圧力かけてやるからなーとか言ってるみたいなんだけれども、あ、まあ、先に別の話をしておくとですね、なんだっけ。こういう不満もあったみたいだね。なんかホワイトハウスをですね、菅さんが訪れた時にですね、バイデンではなくてですね、カマラ・ハリスがですね、対応するというですね、なんかこれ比例じゃないかみたいな声が上がってるんだけど、一番僕嬉しかったのはね、このね、この声ね、まあ、確かにバイデン何やってんだと、まあ、介護施設に行ってたのかみたいな話なんだけど、まあ、バイデンがちゃんと菅総理を認めね、出迎えてこそ対等なんじゃないか、ないのか、同盟なんじゃないのかっていうふうに、確かに思う、俺も思う、うん。ただね、この声を上げてくれたのが日本人じゃなくて、アメリカ人の方々がですね、これは最もですね、強固なですね、同盟を結んでいる日本に対して、これはアメリカとして比例ではないのかという声をですね、なんかアメリカ人の方々が上げてくれたらしいんだ。ごめんなさい、上げてくれたらしいんですよ。うん。これはちょっと日本人としてちょっと嬉しかった。ちょっと嬉しかった。副大統領が、大統領ではなく外国の元首を歓迎するのはなぜですかと。なぜバイデンじゃないんだと。バイデンどこと、彼はホワイトハウスの介護施設にいて、部門で、スタッフが彼を通りに連れて行ったとか、まあ、いろいろ、バイデンの意地悪を言ってるみたいなんだけど。ね、やっぱアメリカもですね、ちゃんとですね、今回の首脳会談は非常に重要だっていうことをですね、分かってくださってたんですね。うん。まあ、これが知れただけで、このエピソードに関しては僕は嬉しいなと思いました。うん。でですね、問題はですね、この中国。ね、これ、今回の声明っていうのは中国にとって非常に嬉しくない、美味しくない。ね、こういうことを言ってほしくないのにと思ってたことはある意味全部言ったわけですよ。ね。だからですね、中国からおそらく何らかの制裁が来るんではないのかなと思っております。でもそれを覚悟の上でやってるわけだからね。何も問題ないんだけれども、でね、そのね、中国何やってくるかな、ドキドキではなく、ではなくてですね、やれるもんならやってみろと。日本経済の方が中国経済よりもですね、根は深いしですね、強いんだからね、お前らやれるものやって、来てみろと、お前ら逆にぶっ潰してやるよと、いうくらいの気持ちでいていいんですよということを言ってくれたのが、この大企業さんの記事なんですよ。ね。ね、日本のマスコミはですね、あ、中国様のご機嫌を損ねてしまって、私たちは大丈夫なんでしょうかみたいなことばかり言ってるでしょ。アホでしょ。日本人のですね、自尊心を激しく傷つける。ね、日本人のですね、なんていうのかな、このアイデンティティじゃないけれども、ね、日本人であることのですね、この、なんて言ったらいいの?私言葉がないのに、あんまね、わかんないんだけど、なんか日本人としてのこう、誇りみたいなものをですね、こうね、自尊心をこう高めてくれるような報道を一切ね、日本のマスコミはやってくれないわけですけれども、ね、この大金さんが今回報じてくれた中国が日本を特別扱いする理由とは何でしょうかっていう記事を読んだらですね、日本人でよかったと、日本っていうのは全然中国に負けてないと、やれるもんならやってみながら来やがれ中国っていうくらいのですね、心が振り立ちましたので、もう日本のマスコミではこういう記事一切ですね扱ってくれませんからです。もう私の動画の方でね、扱いたいなと思ってですね、今回動画を作成しております。はい、前置き長い、もうね止まらないんだよね、ごめんね。というわけでもう早速読んでいこう。とってもいい文章、とってもいい文章。やっぱ大企業さんね、日本のマスコミどっか一つ二つ潰してさ、代わりに大企業さんを何個も言ってるけど、呼びやすいな、大金さん、日本に支社あるんすかね、あるんすかね。私もチラシ配るの手伝おうか、本当に。なんかそのくらい俺は感動したよ。いきますね。中国、日本を特別扱いする理由とはと。はい。中国というのは他の国と比べて明らかに日本をですね、特別扱いしているんです。それはなぜでしょうか。はい、いきますね。日中間の強い経済的なつながりは、日本の対中政策の足かせになっている。はい、これは間違いないことですよね。しかし、両国の経済が依存関係にあっても、それは双方向的なものであると。別に日本がですね、中国に寄っかかってるわけじゃないんですよと。お互いがお互いに寄っかかってる。どっちかっていうと、中国の方が日本に強く寄っかかってきてると。いう話なんですよね。うん。で、強いて言えば、中国の日本に対する依存度は、日本の中国に対する依存度よりも大きいんだと。はい。日本はこの問題を戦略的な観点から理解することができれば、
対中政策を大胆に転換させることが可能になりますよ。うん、日本の衰退、失われた30年、日本は技術的には成功したが市場では失敗したという自爆から抜け出すには、日本は中国と協力するしかないんだといった説がですね、中国のメディアやネット上に氾濫勝利、多くの人々がそれを信じている。これはですね、日本のマスコミはこんなことしか言わないんですよ。こんなことしか言わねえんだよ。ね。ね、日本人の自信をなくさせようとしてるんでしょうか。ね。で、しかしこれらは中国が意図的に仕組んだ成功な嘘に過ぎないんです。はい。日本のマスコミが流してるのもですね、中国が仕込んだですね、成功な嘘に過ぎないんです。はい。中国当局の対日政策はこれとは違うものですと。例えば2016年にアメリカは最新鋭地上配備型迎撃システム、これな、あの高高度防衛ミサイルサードですね。このサードをですね、アメリカは中国に韓国にね、配備することを決めましたと。その際反発する中国は、アメリカには何もしなかったんだけれども、韓国に対して経済的制裁を課しましたね。で、中国は、このね、韓流コンテンツの禁止令、ロッテグループをボイコット、旅行を禁止なんかのね、制裁を通じて、ムンジェイン政権に、サードのですね、追加配備をさせないな、しないなんていうですね、約束をさせて、妥協を引き出すことに成功したんです。まあ、これに関してはアメリカはすげえ文句言ったけどね。しかし、このケースと対照的な別の物語もあるんです。これが日本なんです。2017年の12月、日本政府はミサイル攻撃への防衛のため、陸上配備型迎撃ミサイルシステム、イージスアシュア2機の導入を決定しましたよね。でもまあ、これはですね、2020年の6月にですね、配備計画の停止が正式に発表されましたけどね。うん、ただ、韓国のサード配備と違って、これね、韓国はアメリカに押し付けられたんです。でも日本は自主的に導入を決めたんです。中国は日本の動きを東アジアの戦略的バランスへの破壊だと批判をしたんですけれども、経済的制裁を日本には課してないんです。あれあれ、アメリカに押し付けられた韓国に対してはアメリカには何もしなかったけれども、韓国には経済制裁を課したんです。でも日本は自主的にこれを決めたんだけれども、これに関してですね、中国は日本に経済制裁を課していないんです。明らかに韓国と日本と対応が違うよね。どちらかというと日本に対する対応というのはアメリカに近いものがありますよね。あれれれれ、なぜだろうか。はい。近年中国は戦狼外交を展開し、各国に牙を向いている。上述の韓国のケースに加え、今進行中の別のケースもあります。これは恐れるやかな。中国の人権問題を批判し、国際社会で初めて中共ウイルスの源の、独自調査を率先して提案したオーストラリアに対しても、中国は激しく打撃を加えているんです。ならば、そう、いろんなね、なんだっけ、輸入を禁止、麦とか、あと、ワインとかかな、輸入を禁止したりとかしてます。要するに経済制裁をしてますよね。うん。で、ならばなぜ中国は日本だけを特別扱いするんでしょうか。実際、中国は何も日本だけを特別しているわけではないと。中国はただ単に弱者には苦しみを与え、強者には媚びへつらっているだけであるんですよ。ね。アメリカになんていうのはまさにそうじゃないですか。つまり、日本に対する特別扱いは、熟考の末に日本っていうのは強者だから、そう選択せざるを得なかっただけなんです。こっから見てもわかるんです。中国は日本を恐れている。実際1995年以降、日中関係は常に摩擦が絶えませんでした。はい。中国の対日政策の基本措置の一つは、政治と経済の分離であり、はい。政治的理由で両国間の経済協力を干渉しないことを常に強調してきました。はい。これオーストラリアとか韓国に対しては全然違うことやってるのに、日本だけこんなことやってんだよね。あとアメリカにもこういうことやってんのかな。はい。その主な原因の一つは、中国が経済的に日本に依存しているからなんです。ここ大事。はい。中国こそが経済的に日本に依存してるんですよ。これはある意味日本経済の強さを証明している。つまり中国経済は、中国共産党が喧伝しているほど強くはないんです。そして日本経済は決して衰退しているわけではないということなんです。はい。もちろん日本経済には深刻な問題が存在しています。しかし中国経済は日本以上に致命的な欠陥を抱えているんです。現在の傾向が続けば予見可能な将来において日本経済はよりよく発展する可能性はあるんですけれども、しかし中国経済はいつでも崩壊する可能性があるんです。不動産の問題見てみてよ。やばいでしょ。つまり中長期的には日中の経済対比は必ずしも中国が勝利するとは限らないんです。日本のマスコミはですね、中国はですね、2028年にですね、世界ナンバーワンになるとかですね、日本はですね、いつだっけ、2030年くらいでしたっけ、第4位にまだ落ちるとかいろいろ言ってますけれども、それだけ、それはあくまでも可能性であります。可能性なんです。予測なんです。日本が中国をさらに追い越すという予測だってあって当然でしょ。
日本のマスコミは一切しないけど、大企業さんはその可能性があるんだよと言ってくれてるんです。はい。1990年代に日本のバブル経済が崩壊し、それ以来日本は変革を求め困難な道を歩んできた。日本の経済的付加価値は2000年以降足踏み状態だが、世界範囲から見れば日本企業は各企業のコア技術をほぼ支配している。また先端技術の十数の分野において日本は常にトップ3に入っていることだ。さらに日本は科学技術業界では18年連続でノーベル賞受賞者を出してるんです。そうなんです。中国なんか相手にならないんです。その辺、そこだけ比べれば。日本人ってもっと誇りを持っていいんです。だから。はい。日本企業の収益規模は1980年代と比べれば、それほど変化をしていないのかもしれないが、日本の技術力は着実に強くなり、またその底力も充実している。言い換えれば、過去20年は、日本経済がソフトランディングに成功した20年であり、また日本が経済変革を成し遂げ、産業をアップデートさせ、内なる強さを増強した20年だったとも言える。この結論に関しては、日中貿易の観点から検証することができると。これ面白いんだよ。2000年から2018年まで、関連分野の中国の公式データと2019年と20年の中国解析総書の関連データに基づいて分析を試みたと。2019年の日中貿易総額は前年比 3.9% 減の3150億ドルで、うち中国の対日輸出は1432億ドル。日本からの輸入は1717億ドル。貿易赤字、中国側の貿易赤字は285億ドルとなっているんです。はい。中国側の方が貿易赤字が大きいんです。はい。で、2020年の、日中貿易総額は前年比 0.8% 増の3175億ドルで、うち中国の対日輸出は1426億ドル、日本からの輸入は1748億ドル、貿易赤字は322億ドルなんです。中国側の方が貿易赤字が出てるんです。上のデータから次のことがわかります。第一に、中国は10年以上にわたって日本最大の貿易相手国ではあるが、日中貿易は2011年に3429億ドルのピークに達した後、2012年に尖閣諸島問題をめぐって関係が悪化して、今も完全に回復していないんだよね、そもそもね。で、第二に、2015年、中国の対日赤字が73億ドルに減少した後、徐々にね、一回ですね、中国の経済が強くなってきてですね、対日赤字が73億ドルに減少したんですよ。でもその後徐々に増加をして、2018年には335億ドルに達していることからも、中国の輸出能力が年々減少していることを示しているんです。日本から中国に輸出をしてあげていることの方が多いんです。中国から日本に輸出している量の方が少ないんです。日本の経済の方がシンプルに考えて強いんです。中国が日本から輸入している商品をカテゴリー別に分析をしてみたと。2018年のトップ5の、輸入商品は、それぞれ機械、電気機器及び部品が852億ドル。うん、で、精密化学製品、これ肥料とか化粧品なのかな、が、203億ドルと。で、車両とか船舶などの、輸送設備が187億ドル。光学医療機器が165億ドル。ベースメタル製品、金属製の機械などは149億ドルとなっていると。この5項目だけでも全体の9割近くを占めていて、全体的に見ればいずれも科学技術系の製品のパーツまたは精密生産設備となっています。一方、日本がですね、中国から輸入している主な商品は機械、電気製品、製品、原材料、家具、玩具などとなっており、2018年の輸入額は789億ドル、218億ドル、で107億ドルで、日本の中国からの輸出総額の 45%、 12%、 6.2% を占めていると。また日本は同時に機械電気製品の輸入及び輸出大国でもあると。日本は技術的顔料の高い精密機械、電気製品を多く輸出しているが、同時に中国から一部の低価格で技術的顔料が少ない製品も輸入していると。日本はそれを利用したり、または加工して輸出をしているんだと。この分析結果からも、中国よりも日本の方が経済的技術的な優位性を持っていることは明らかなんです。中国のなんか安い変なおもちゃみたいなものをたくさん買っているというだけで、技術的に高い商品というのは、日本の方がやっぱり技術的には高くって、その中国よりも高い技術製品を中国は一生懸命購入しているという状況が見て取れるんです。日本の方がやっぱりね、強いんですね、そう見たら。はい。で、中国の虫の EK さんによれば、全面的に日中関係と経済協力を強化すれば、少なくとも二つの利点があるとしていると。これ中国の虫の EK さんね。一つ目は、現段階でアメリカから入手できなくなったコア技術のほとんどを日本から得ることができると思ってるんだよ。はい。今ね、アメリカはトランプさんとかポンペオさんがですね、中国に対して、厳しい制裁を課したりとか、厳しい規制を課しているおかげで、アメリカのですね、最先端の技術が中国に入ってこなくなっちゃってるんですよ。じゃあ、代わりに日本から輸入しようっていうふうに考えてるっていうことなんですよ。気をつけ
けないとね。で、2つは、日中貿易、日中経済貿易協力を強化すれば、アメリカに圧力をかけることができるんです。はい。中国は、あらゆる手段を講じて日中同盟の仲を裂き、分離弱体化させようとしています。そのため、中国は、日本が米国の影響力から抜け出したいと吹聴してるんです。はい。そんなことを今思ってないんだからね。いや、別にね、抜け出しても全然構わんよ。構わんよ。例えばね、米軍基地引き下がっていただいても構わんよ。その代わりに自衛隊の数を10倍くらいにするけどね。はい。そういうのが憲法9条も変えてですね、どこへでも世界中どこへでも自衛隊を持っていける国になってですね、そして自衛隊のですね、防衛費もですね、10倍くらいにして、うん、自衛隊の隊員もですね、10倍くらいにして、はい、アメリカさんがですね、もうこうアメリカがですね、あ、もう日本ここまで軍事力をですね、強くしてくれるならば私たちがいなくなっても大丈夫だと言ってくれるくらいまでですね、軍事力を強化してからですね、アメリカから離れようと思っております。それでいいですか中国さん、はい、まあそういう形でございますね。うん、はい。で、中国の企みを日本は当然理解をしていると。日本はその備えを持つ経済的、技術的優位を生かして、また外交においても中国に効果的に対抗することができると筆者を考えると。で、外交分野についてはまだ別行に譲るということで、これちょっと面白いね。この方の記事また読んでみたいね。外交分野の記事、これぜひね、これ見つけたらまた読んでみたいと思います。はい。こんな感じでですね、日本のマスコミはですね、なんか中国から離れて大丈夫ですか？大変じゃないの、大変じゃないの、これアメリカの口車に乗ってですね、中国から離れたら日本が弱体化してしまうと、これは大変だぞって、そんなことな、お前日本の政治家とか官僚言ったってね、バカばっかりじゃないからね。特に官僚は賢いですからね、そのくらいのことを考えてますよ。でね、日本のマスコミがですね、こういうことを言うんですよ。だから、日本人の自尊心を削ってですね、やっぱり中国がいないと僕たちはダメなのかもしれないとか思わせるような報道ばっかりしてるじゃないですか。日本の経済は弱くなったとか、そんなことないと。今、現時点でも、この時点でもですね、日本の経済っていうのはですね、技術力っていうのはですね、中国よりも上なんだということをですね、大企業さんがですね、報じてくれました。なんか勇気をもらったよ。勇気をもらったよ。菅さん、ね、あのね、日米のね、首脳会談内容ね、悪くなかった、全然9大点でございます。あとはこれ口だけにならないようにですね、中国に対して厳しい措置をお願いします。欧米並みの厳しい措置をお願いします。もうみんなで手を組んでですね、わーっとホイも縮めていけばそんな怖くないでしょね。大丈夫。とりあえず G7 の中でですね、唯一日本だけが中国に経済制裁をしていないというこの状況をですね、まずはね打破してください。そして台湾を守りましょうということでですね、このですね、日本のマスコミが全く報じない、このね、日本人に勇気を与えるような記事をね、大吉さんが書いてくれたんでですね、取り上げてみました。こんな感じですね、やっぱり、ね、この日本人の心が熱くなるような記事をですね、書いてくれたらですね、日本のメディアも、ね、僕は、ね、読もうと思いますので、書けるのか。でもあまり期待はしないから、やっぱり大金さんが追いかけていくということですね。こんな感じでですね、日本人のですね、まあ、勇気をこう振り起こさせてくれるような記事が見つけたらですね、またどんどんね、読み上げていこうかなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、今日の動画を終わりたいと思います。バイバイ。